先週岐阜市で行われたイベント、空中でダイナミックな大技を繰り出す鳴海瑛太くん15歳。軽々と技を決める瑛太くんですが、実はこれくらいしか見えていません。瑛太くんが患うおよそ1万人に1人と言われる病、家族性心室性小視帯網膜症。結構確率高いね。3×7。遺伝子異常による疾患で視覚障害をもたらします。眼鏡やコンタクトをつけても視力を上げられないのが最も深刻な問題です。お腹の中にいるときに血管の形成の異常によって起こると言われています。一度発症してしまったものはそれ以上治すことはできないのです。元気に生まれてきた瑛太くん、しかし生後間もなく黒目が小刻みに揺れることに気づいた両親が病院に連れて行ったところ、この病名を告げられました。いや下右。瑛太くんのいる視力 0.02 の世界、全体がぼやけていて物の輪郭や距離感が分かりません。瑛太くんの場合視野も狭いため実際にはもっと見えていないと言います。そんな瑛太くんが小学6年生の時に出会い魅了されたのがフリースタイルスクーター。ヨーロッパやオーストラリアで始まり日本に伝わった競技用キックスケーターを使ったスポーツです。健常者であっても危険と隣り合わせのスポーツ、見えないというハンデを抱えキックスケーターを蹴り出します。はい、いい、大丈夫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 。頑張ってね。建築業を営む父康介さん、瑛太くんを応援したいと1年がかりでなんと練習場を手作り作ったんですって。スクーターだけはもうひたすら一人でも練習夜とか家の前でしてたんで、よっぽど好きなんやろうなと思って、まあ練習させる場を作ってあげたいなと思って。瑛太くんが困ったのは足元の色。黒ではセクションと呼ばれる勾配が分かりづらく、白だと光が反射して見えにくい。そのため足元の色をグレーにしたのです。ここの赤い線のとこなんですけど、ここより出たらもう危ないよっていうところを全部。ここで毎日何時間も練習に打ち込む日々。今ではすごい、国内では数人しか成功していないキャノンボールができるまでに。空中で手足を離して再び飛び乗る大技です。去年全国大会に障害者としてただ一人出場、見事優勝を果たしました。瑛太くんは中学の特別支援学級3年生で、卒業後の進路を決める時期、将来について家族で話し合うことも増えました。盲学校に行って福祉就労して、でそう目の悪いことして生きていく道はもう一つと思ってたんですよ。特別支援学級の生徒の多くが中学卒業後職業訓練や大学進学のための学校に進みます。でも瑛太くんは迷っていました。母の言うように障害者として生きていくか、それとも
障害の有無に関係なく一人のプロスケーターとして生きたい。15歳の心には夢が芽生えていました。しかし将来への不安もつきまといます。やっていけるかどうかみたいな、ちょっと心配になった。失礼します。この日高校入試の模擬面接が行われました。15歳の春、悩み迷った末に出した答え。あなたの将来の夢は何ですか？僕の将来の夢は世界で活躍できるスクーターの選手になりたい。はっきりと答えた瑛太君、決意を固めた息子の姿に。視覚障害だからこの道っていうちょっと限られたところしかやっぱないっていうのは実際あるんですけど、なんかそこ挑戦させたい、いや頑張ったらできるっていうのをなおさらちょっとサポートにもちょっと力入れたいな。大変だけどいろんな人に応援されてるから、その分頑張りたい。15歳の瑛太君のこの決断、世界で活躍できるプロのキックスケーターになるというのは、もう前を向くだけじゃなくて上も見て本当に世界を見据えてという決断が素敵だなというふうに感じました。 T 先生、いや本当にご本人の、ね、これまでの努力とか、いろんな思いあったと思うんですけど、やっぱりそれと同時にこの、活動というか頑張りを信じて行ってこいさせてあげられている親御さんの、ね、気持ちというか信じる力というか、そういったところに非常に感動しましたね。で、瑛太君自身も応援してくれてるからもっともっと頑張りたいというふうにも、ね、話してくれてるんですよね。竹原先生いかがですか？お父さんお母さんも、ね、非常に応援してる。でも見てるとこう仲間がいて、仲間の人は本当に普通にこう接してて、本当に一選手として特別扱いではなくてって受けてる、そこが彼にとって頑張るあれになってるのかなと思いますけども、本当にね大変、僕らが思ってる以上に何倍も大変だと思うので、本当に頭下がりますよね。そうですね、もうこれからプロになるというふうに決めたということで、決断の挑戦の、ね、日々が続くと思うんですけれども、なるべく怪我なく元気に活躍できるよう私たちも応援しています。